バットピクピク、タフィーピクピク、ローズピクピク、ミートカスピクピク、やったりましょうピクピク解消だこれは。はいどうも、始まりました、アレチャンネルです。よろしくお願いいたします。というところでみんな、今回の動画はチーム平均パワー 87A+脳筋の集まりでランク戦を破壊しに行った、やっていきたいというふうに思います。はい、というところでね、今回の動画はですね、まあ今ね、ここに映っているのがですね、まあリアタイのオーダーの各部門のチーム平均っていうのが、まあステータスでこういう風に現れているんですけど、そこのね、パワーをね、見てもらいたいんですが、87の A+。ちょっとね、みんなもね、自分のオーダー覗いてみてほしいんだけど、これマジですごいと思うんですよ。一体どんなオーダーになってるのかっていうのが、こちらになります。はい、このオーダーがですね、僕が持っている選手で出せる最高火力のオーダーとなっております。いやー、皆さんどうですかこのオーダー。打順の方を見てもらうと、1番から4番までがパワー S ということで、いや、これめちゃくちゃかっこよくない？でね、あとね、このね、ローズなんだけど、本当はね、これパワー S 行くんですよ。で、まあ、今後ね、称号チャレンジ、もう1度か2度ぐらいやりたいなというふうには思っている。ちなみになんですけど、これスタメンのパワー平均だけで見たら、88.44 という、もうマジでやばいと思うわ、これは。これ以上さ、パワー平均を上げようと思ったらさ、一体どんな選手が入るんだろう。うん。俺、ちょっとね、パッと浮かぶのがね、バレンティンぐらいしかいないんだよね。他、あと誰がいたっけ？まあ、あとはね、例えばなんだけど、控えのオカモッティとかのこの称号が、ね、これ怪力無双決まったらパワー88までいけるので、パワーがプラス3になる称号が他にもついたら、ちょっとチーム平均上がってくるんじゃないのかなというふうに思うんですよ。どこ目指してんのって話だけど。いや、でもね、これね、結構ね、伊達な話ではなくて、最近リアタイやってて、すごい気づいたことがあるんですけど、やっぱり特殊能力だけじゃなくて、そもそものステータスっていうのはめちゃくちゃ大事なんですよ。で、まあね、ミート、パワー、総力ってあるんだけど、まあ、個人的に一番大事だなと思うのがパワーなんですよね。うん、パワーだからね、リアタイ勢はね、あんまり称号にはね、目が向かないところなんですけど、例えば野手に関して言えば、パワープラス3とかできたら、まあ、だいぶでかいんですよ。だから、オカモッティもね、これね、だからパワープラス3ついたら88まで行くってことだから、ね、かなりね、飛び性能も変わってきそうじゃない？ちょっとね、今後、チーム平均、まずはね、88を目指して、僕もね、このオーダーをね、強くできるようにしていきたいなと思います。うわ、めちゃくちゃ強いやつ来た！やべえ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 ！いや、マジかー！めっちゃ強い！しかも、役の純正か！うわ、これ純正かよ！お願いしまーす！さあ、というところでね、やっていきましょうかね。まずは1番、カブちゃん特殊召喚ということで、ちょっとね、相手ピッチャーのね、しっかりちょっと、これ、球種が吉村投手、シンキング、あー、見れんかった。縦スラ、フォーク、フォークがこれ4か。あ、ちょっと待って、ボール、オッケーオッケーオッケー。フォーク、カーブ、スライダー、じゃあこれさ、見える機能欲しいよね。さあ、ワンストライク、ツーボール。カブちゃん、いやー、惜しい。よっしゃー、来たおいおいおい、お相手さん、打率6割のねえ、純正かもしれないけど、ちょっとね、今日は破壊したい気分なんで。2番が村上さんね。さあ、まっすぐで来る。だこれ劣勢だもんね、スピリッツも。それでもパワー88をしっかり保っていく。さあ、ワンボールツースター行く。よっしゃ、いけ、やばい、もう完全にパワーで押し切ってるわ。さあ、王会長、あー、ちょっと削られてる。うん、削られてる。マイナス13されても、一応パワー77残ってるっていうのはでかいよね。さあ、惜しい。おっと、ここでピッチャー交代ね。さあ、マイナス13でも77。やっぱデフォの値って大事やな。やっぱ純正とかと当たるときってさ、どうしてもね、能力削られちゃうんで、そういったところで、あー、マジか、ボールか、車内。さあ、来た。いや、やばい。あー、ゴジラ今回欲しかった。せっかく今日の朝さ、称号チャレンジでパワー S 決まったのに。どう？いや、悪くはない、悪くはない。うわ、マジか、入るか、それ。車内打つ、あ、打つ、ちょ、1点だとやばいよ、これ。うわ、マジか、2者連続見逃し三振これじゃパワー生かせないよ。いや、マジか、使い方やっぱうまいじゃない、じゃ守備絶対に打率6割にね、あの相手する守備じゃないのよ、これ。
まあなんとかね抑えていきましょうかね。まあ、バウアーだからね、そこまで点は取られないと思うけど。さあベストピッチ、ちょっとね守備が不安だからね。あーセンター行くかそれ。ベストピッチどう、パワーか。ゲツゲツ、よしおはい、うわい、その、うわ惜しいな。オッチッチとノリの、ノリさんのさ463が見れたらめちゃくちゃレアだけどね。さあベッピー行ってゲツゲツゲツ、ガイ頑張れ。え守備うまくね。あれやばい、ベッピーでんかった。いやこれ超えちゃうな。うわー超えるかー。それベッピー出てる出てないでね全然違うんだよね。いやー頼むバウア、なんとか粘ってくれ。いやー抜けるかー。さあベッピー行く、取って、お願いお願い。いやーきつい。いやしゃあないしゃあないしゃあない。いやージェフ頼む、なんとか抑えてくれ。代打かー。いやーちゃんと持ってるね代打。川端さん、はいはい、阿部飛だったよね確かね。そうだよね、はいはいはい。いや頼む、取って、あーまたかー、これ落ちるか。いやーうまいこと打ってくるね、わざと詰まらせたんかな今の。べっぴー頼む、いやマジで、うわおちち。うわマジで抑えれない、頼むなんとかしてくれ。え待ってねえ。やめてよちょっと待って。いやーこれだいぶまずいわ。やられた。ありがとうございました。いや悔しいな。いやー今の試合勝ちたかったな。まあしゃあないな。はいはいはい、相手ピッチャー金子さんね。なんかねちっちゃい方を待ってるとね、俺はね金子さんは見極めがつくということで超えるでしょ。はいはいはい、これはパワーですよ、パワー。さあ村上さん来た、パワー99、超軽なんてね超えますから、パワー99は。どう、はい。さすがのバッティング、広角いらないもん、パワー99いってたら。よしこれもさすがに超えます。え入るのかよ。やっぱりえぐい。あ来た、パワー97。うわこれ特能つけた甲斐があるぞ。ゴッジーラ、あぶねあぶね、ちょ見極め見極め、しっかりちっちゃいのと高速進化を待つイメージなんだよな金子さんは。どう落ちるっしょ、よし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 。さあ打つ、パワー99。やばい、これ実数値にしたら平均さパワー90超えるねこれ多分ね。やばい。打つなっしょー、えぐいわ。さあまたパワー98のローズ、バットピクピク、タフィーピクピク、ローズピクピク、ミートカスピクピク、やったりましょうピクピク。解消だこれは。わい、世界の大谷翔平かかってこい。相手の方の守備めちゃくちゃうまかったね。守備が勝つかパワーが勝つか。よしどう、はい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 。まずこの男ね、一番かぶちゃん特殊召喚。さあ村上さんも来る。てかもう間もなくね、あのグランドオープンが来ますね、そういえばね。楽しみですね。まあいろいろとねアップデートがあったりとか、まああとはねセレクションとかではね楽しみなのはね、アップデートで言えばねプルヒッターがねやっぱ強化されますね。でねぶっちゃけねちょっと読んできたんだけど、流し打ちが切れづらくなるっていうのはなんかそこまで、効果あるかなって思っちゃう。村上さんナイス。そうなんだ、プルヒが逆に切れることでいい効果を発してた時もあったから、個人的にはね、会長これ入る、てか会長めっちゃ飛ぶで、えぐいわ。だからな、プルヒの引っ張りの打球がめちゃくちゃもっと飛ぶとかの方が個人的には面白そうだなっていう風には思うんだよね。まあ、もしくは流し打ちの打球がもっと飛ぶとかね。やったー、今ずれたわカーソルが。しゃあない。あとチャンスメーカーの発動がね変わる、あれもね結構でかい。俺ね強さんをねリアタイオーダーで使ってるんだけど、ちょっと感じなんだよね、これ1番バッターにしか置けんやんっていう風に。まっすぐツーシームをしっかり、待って、いやこれ、いや外野前進だよね。はい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 、このオーダーに外野前進ダメよ。あとはピッチャーの体感速度が変わるのかな、これもね リアタイ的には結構でかいんじゃないかなと思ってる俺は。うん、あーファーストゴロか。逆境ね、逆境だと、まあ、筒香さんとかになってくるのかな。逆境もあれでかいね、確かに。なんか3点差とかだったよね、今までは。よし、頼む、パワー。いやー、それミスたくない。そういう打球、興味したくないんよ、正面に行くの。センター、
よーし、ゴジラ結構守備うまいんだよね。よーし、ナイスピー。オッチッチなんか安定感あるな。堅実な守備をするオッチッチ。8番ブチ出航。ブッチちょっとここさ、もう強制してさ、最後いい感じで締めたいよ。よしよしよし、さすがにね。さあノリスピエース1番ガブちゃん特殊召喚で、いや、残れ、いや惜しい。うわ、ボールかよ。やっぱな、 2-3 からボール球ってめっちゃ強いんだよね。これあのね、上位帯とかね、特にね使う人多いんすけど、 2-3 からボール投げる大会とかよくあるんだけど、結局ね、なんやかんやそれが強い。おら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 、こっからよ、野球は2アウトから。さあ、あと4点か。お願い、パワーパワー。あー、マジかー。以上、脳筋たちの集まりでした。